ここも異常なしっと。うん、あとは物質棟の見回りだけだな。どうした？何かあったのか？部長がこの絵で統制されているのにか？まだ揉めているなら仲裁に行くぞ。原因は何なんだ？しまったか。立花さん、明日予定している執行部強化合宿、期限延期でよろしいですか？うん、体育武道祭の準備で忙しいだろう。今年はいつになく準備にドタバタしてますからね。了解しましたわ。さて、特に議題はない？いいか、姫。みんな、乙女先輩に注目。執行部から演劇部に援軍を出そうと思う。演劇部は仕事を抱え込んで忙しそうだからな。ああ、公演前の仕事を買って出ましたからね。あっちから行ってくるのでは？この絵はそういう性格ではないと思う。まあ一人ぐらいなら派遣するのは構いませんけど。そうか、ありがとう。レオ、頼めるか？仲直りした記念に体育武道祭終了まで演劇部を、この絵を手伝ってやってくれないだろうか。もちろん私がやれば一番いいんだが、憲法部と風紀委員、執行部と掛け持ちしているので、これ以上は増やせない。いいじゃない、千島くん、お姉ちゃんのお願いは聞いてあげなさいよ。
くん、何か嫌なの？あ、もう何うじうじしてんの。言いたいことがあったらはっきり言いなさい。ありがとう、レオ。麗しい指定愛ですわね。はじめから任せとけとか言えばもっとカッコついたのに。どこも忙しいけど仕事が大幅に増えた演劇部は大変だと思うよ。頑張ってね、対馬くん。レオ、ちょっと待つんだ。演劇部はな、この絵が新しい仕事を入れたせいで揉めているらしいんだ。この絵の力になってやってくれ。おお、頼もしいな。お前のような弟で私は嬉しいぞ。私は風紀委員としての仕事があるので戻る。呼び止めてすまなかった。近衛部長、この状況下、一人でも助っ人が大いに越したことはないと思います。僕のコンピューターでもそういう結論が出ました。
そもそも仕事増やしたのはこの江部長みたいな。人で足りなかったし、畜生、ここは大人にならないと。わかりました、助っ人ありがとうございます。津島くん、こっちこっち。助っ人は本当ありがたい、みたいな。悪いところといえば、寝相がめちゃ悪かったりするところぐらいみたいな。確かにきっちりとそつなくこなすし、実力もあるんで頼りになるんだけど。そこ、死後禁止。武道祭に向けての演劇部の状況をまとめるわよ。まず通常の稽古は数を減らせど続けていくと。あとは体育武道祭での私たちの役目である外客接待、パンフレット受け渡しの練習。この前増えたパネル飾り付けの手伝い。最後に校門の清掃。汚れがつきやすい場所だから普段から清掃はされてるけどね。お客をいっぱい迎えるわけだからピカピカにしないといけないの。これがかなり大変よ。他でもういっぱいいっぱいなのに。そうですよ、明日からの3連休をフルに出て作業して、ようやくその校門清掃以外はどうにか間に合うレベルなんですよ。
休みはエリートのパパとお食事の予定だったのに。もちろん、ただでさえギリギリなのは部長の私が一番よくわかってるわ。でも、ここで頑張れば部費が多くもらえるかもしれないの。そうすればさらに上を狙えるでしょ。だからみんなで頑張ろうと私は提案してるのよ。演劇は好きでしょ、みんな。気持ちはわかるけど、もう時間が空いてないみたいな。三連休、夜遅くまで残ろうともやる。どう？夜は予備校があるみたいな。僕も株式市場のチェックをしないとな。これは大切な自分の時間で削りたくないし。何よ、せっかくいいところをアピールして部費を増やすチャンスなのよ。一晩ぐらいならともかくに、3、4日間ずっと根詰めっぱなしは無理に。ずっと働き同士だと能率が下がるとエリートのパパも言ってました。どうして？みんなもっと上を狙いたくないの？今まで頑張ってるんだから、ここで踏ん張って高みへ行きましょうよ。
私、劇が好きでさ。母親、役者なんだよね。その影響で。役者だからちょっと違うわ。だから興味あるのよね、そういうの。うん、いい思い出にしたいしね。このままじゃ、私たちの劇の番で先生がお詫びの文を読んで終わりになっちゃうわよ。どうしたの、対馬くん。その話って。うん、味方してくれて、そのありがとね。
っと頑張ればみんなも分かってくれる。津島くんも一緒だし。何を言ってるのよ、津島くんまで。ここで妥協しても絶対良くないわよ。もっと正面からぶつかり合って話をしないと。私は私を助けてくれた津島くんがそういうことを言うの。そんなダメよ。正論を言っているのはこっち。話し続ければわかる。頑張れば何だってできる。パパもそう言ってた。己の志を曲げてはならないとも言ってるわ。正しいのは私よ。こっちは引かない。ガンとしてない。私は妥協案も出してるわ。あれならみんな分かってくれるはずよ。出張るって、そもそも誰も矢面に立たないから私がここまでやってるのよ。正論なのに引くなんて嫌。
私だって見損なったわ。とかいう言葉が出てきたけど、要するにそういうの言われるのが嫌なのね。嫌に決まってるわよ。でも多かれ少なかれそんなものは言われるに決まってるんだから。自分の思う通りに行動した方がいいわ。決めたことならね。私は絶対正しい。自分を信じる。に合わせることと妥協して己の信念を曲げることは違うわ。バカとは何よ。そっちの方がよっぽどバカでしょうが。このバカ。何ひねてんのか知らないけど、ちっぽけなやつ。今のあんたの言うことなんて分かりたくもないわね。してないわよ、バカ。あんたはこのまま腐っていくといいわ。早くあんたの正体が分かっただけでもよかった。危うく騙されるところだったわ。聞いてんの？このバカ！こっちだって、もう口も聞きたくないわ。何が？みたいな。
長、やっぱり校門の掃除だけは辞退してきてください。エリートのパパでも無理だと言いますよ。最近デフラグしてないけど、僕のコンピューターも辞退した方がいいと判断してるよ。